毎度おなじみ立東会のトラックマン追い切り診断、今週はですね中京で小倉記念あります、はいはい、芝 2000m の、ね、半田戦の G3 のレースが、組まれていますので、早速ですね高橋トラックマンと、まあ、立東で起きた馬を中心に、ね、まあ、日本の馬もね、はい、ちょっと気になる馬がいるということ で、うん、でね、語っていただこうかなと思いますが、はい、じゃあまずはコスタボニータからいきましょう。はい、コスタボニータは、まあ、前回がちょっとね気になる負け方だったんで、うん、まあ、レース明けで立て直していきました、はい、でまあ、班の中心に香水、まあ、を混ぜながらというような調整なんですけども、はい、まあ、1周前が結構動いたんですよね、うん、合わせ馬で、先着という形になったんですが、ラスト1波の馬もしっかりこう動かすような調教をして11秒0なんで、はい、うん、まあ、この時点である程度こう、仕上がりの目処は立ったかなっていう感じだと思います、はい、で、まあ、今週はハンドでさらっとっていう感じだったんですけど、そうですね、うん、若干まあ重心が左に行きそうになるのもゴール前でしっかりこう整えられてましたし、はい、まあ、全体的にこう足の運びは軽い感じなので、うん、まあ、陣営の青写真通りには仕上がってるんじゃないかなというふうに思います、はい、順調だなというふうな印象ですね。そうですよね、まあ、6月以来ですけどね、まあ、巻き返し体制というか、うん、いい状態かなと私も思っています、はい、さあそして関東馬ですか、はい、シリウスコルト。そうですね、シリウスコルトは、はい、まあ、美穂の馬なんでね、僕はもう直接見てるわけではないんですけども、ちょっとただちょっとね、はい、24日先月の追い切りがちょっと気になる、うん、77秒0、うん、で、まあ、ラスト1の13秒3、はい、8の単票で言うと折り合わずっていうのが入ってるんですよね、うん、で今まで過去、まあ、シリウスコルトがこんな状態になったかっていうのも一応調べたんですけれども、はい、あまりこんな引っかかった追い切り時計になってることは今まであんまりなかったんですよね、うんうん、なので割とこう気持ちが入った状態でトレセンに帰球したのかなというふうに思います、うん、なのでそのあたりをどう修正するかっていうのがおそらく今回シリウスコルトにとってのテーマになってきたなというふうに思うんですが、はい、まあ、今週は割と整って走れてたかなというふうに思いますね、うんうん、特にこう行きたがるというかね、まあ、抑えながらではあるんですけれどもコントロールが効かないという感じではなかったですし、うん、まあ、最後の反応も非常に良かったですから、うん、うん、まあ、うまくこう修正しながら調整はできているかなというふうに思います、はい、ただまあやっぱり気持ちがねちょっと中間入ってしまっていたということは事実だと思うので、うん、まあ、当日の気配等をちょっと注意深く見守る必要があるのかなというふうに思いますね、はいはい、この辺りは要チェックポイントということを覚えておいていただいて、ね、はい、さあ続きまして、まあ、ではまた、リットの私に戻りますが、はい、ディープモンスターいきましょうか、はい、ディープモンスターはやっぱりそうですね、異形厩舎らしい、はい、本当にこう綿密な調整過程という感じですね、はい、まあ、香水も3本挟めてるんですけれども、うん、まあ、先週はね6波の79秒5っていう早い時計を出しながらもラスト1波の11秒、うん、しっかりとした加速を見せましたし、うん、まあ、この時点でほぼほぼ仕上がってるなっていうような印象です。 そうですよね、その1周前、うん、2周前追い切りにもラスト1波の10秒っていうのが出せてますし ね、うん、ね、この時に結構しっかりこう気合をつけて調教できたっていうのが、うん、まあ、今週の、先週の動きにつながったかなっていうのは感じはします。でレース投手はハンドでさらっとっていうね、うん、本当に理想的な1周前までしっかりこう負荷をかけておいて、はい、最後はこう整えるっていうような調整をしたんですが、うん、やっぱり先週までしっかりやってるだけあってすごくピッチも正確ですしね、うんうんうん、本当にこう一糸乱れぬフォームで最後まで走ってましたので、うん、これに関しては、まあ、仕上がりに関しては僕は文句なし、もう太鼓判を押せるぐらいの感じになったかなとは思ってます。そうですね、はい、まだまだ若いですねこの馬ね。確かに、はい、そうですね、もう6、3出ましたけどね、本当、年齢重ねてますけれども、うん、はいはい、元気いっぱいというかいう印象があります、うん、さあそしてですね、はい、帝王シリウスがなんかちょっとこう、うん、面白いぞっていうお話ですが、うん、奥村厩舎って、うん、だいたい馬なり中長距離中心なんですよ、はあ、確かにそうですね、うん、あまりこう強い負荷をかけるというか、うん、ビシッとこう気合をつけた追い切りをそれほど見たことがないんですが、うんうんうん、ただ今週は結構ねしっかりやってきたんですよね、はい、うんうん、しかもゴール前はかなり気合をつけるような感じで、うん、まあ、現状やっぱり帝王シリウスってちょっとこう長いトンネルに入ってしまった感じで、うん、少しこう
成績が、ちょっとこう下降気味っていうところもあって、ね、はい、少しこう刺激を与えたいなっていうような意識がすごく見える調教だったので、うん、これでどう変わるかっていうのはね、ちょっと注目かなというふうに思いましたんで一応入れておきました。なるほど、はい、まあ、当時はね、まあ、小倉でやっていたとはいえ、その小倉記念のね、はい、2着馬ですか、うん、去年ね、まあ、夏場っていうんですかね、暑い時期が合うという可能性もまたね、はい、あるわけですし、そうですね、この確かにこの何ですか、調整方法の変化っていうのは注目すべきかもしれないですね。はい、わ、はい、かりました。続きましてメモリーレゾンですか。はい、メモリーレゾンは、はい、販路で本数は結構重ねてきたなっていうような感じですね。そうですね。で、まあ53秒台もありますし、ラスト1アラも12秒台、うんうん、というのを、まあ、先週先々週と続けることができましたんで、うん、まあ、動き的には、まあ、合格点なのかなと。そうですね。で、まあ、今週はちょっとこう、うん、先週よりは緩いラップで、うん、流したという感じではあるんですけれども、まあ、見た目には、まあ、足の運びとか見るとそんなに悪くない感じには見えるんですけれども、うん、ただ一つだけ気になるのが、はい、こんだけ長期休養期間が空いてるにもかかわらず、コースを一本もないんですよ今回。そうですね。なのでやっぱり今まで割とメモリーレゾンでコース長期を必ず調整過程に挟んできてたんですけど、今回半路オンリーの仕上げになってるんで、 そうですね、そのあたりがどうなんかな、やっぱりちょっとこう足元をこう加減しながらというかね、考慮に入れながらの仕上げなのかなっていうような感じがあります。なので、まあ、当日のその馬体の仕上がり具合、そうですね、馬体重っていうのは要チェックだというふうに思うんですけども、はい、正直もう一段階良くなりそうだなっていうふうに僕は考えてます。はい、まあね、確かに綿密にはね、数はこうこなしてっていうんですか、そうですね、やってきてますけどね、はい、確かにそのあたりがどうかですよね。はい、もう一度いきましょうか、リフレーミング。はい、リフレーミングはね、そうですね、まあ、この周りに本当にいい動きだと思いますね。はい、まあ、中間軽めのラップからではありますけども、ラスト1アロン11秒台っていうのも2本出てますし、まあ、半路中心の追い切りでしっかりこうこの馬のメニューでこなせてるなっていうような感じ、フットワークも非常に力強くて、反応もしっかりしてましたし、いい意味でこう状態はキープかなっていうふうな印象を受けました。まあ、いわゆる高値安定、ね、そうですね。なので、はい、まあ、特にこう注文がつけるような追い切り内容動きではなかったかなというふうに思いますので、はい、まあ、今回も安定して力を発揮してくれるんじゃないかなというふうに思います。わかりました、はい、さあ、あともう一度ぐらい私の方からいきましょうか。あ、そうですね、はい、ベロナッシーっていうのがね、ベロナッシーね、はい、今朝木曜日のね、はい、追い切りをしましたということでね、まあ、時計が53秒0でね、はい、37.9、24.5、12.1と、まあ、理想的な加速ラップ、あ、そうですね、馬場の中央ね、軽やかにね、途半してきたんで、まあ、状態はいいかなというふうにね、まあ、前回はね長期の休養明けで、はい、まあ、中2週いうことなんで、ですね、まあ、まあ、メニュー的にもこういった感じでね、はい、反動もないし、むしろ上積み期待していいかなというふうに思いましたんで、はい、まあ、この辺も印は回さないといけないかなっていう感じですね。まあ、こうしてみるとね、まあ、判定戦でもあっていろんなところからこう入れそうな難しいですよね。ただでさえ小倉記念って難しいんですけど、はい、まあ、中京コースっていうね、まあ、ちょっとこう特殊なコース形態での、まあ、レースもありますから、ね、ちょっと今回はもうちょっとね、まあ、長距離動きを踏まえてですけど、はい、ちょっと考えたいなと思います。まあ、考えるファクターがちょっと多いレースなので、多いですね、まあ、悩みがいがあるっちゃ悩みがいがあるレースですけどね、はい、皆さんもぜひぜひ大いに悩んで馬券を買われたらどうしようかということで、今回はじゃあ締めさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。